弱いとこ打ち抜いてあげる。いってらっしゃい。恐怖、悪の誇りを舞い掲げるわ。任務開始。ヒバリの復讐をしたかったんだろうけど、悪いわね。復讐の年季じゃ、りょ、ひ、あー、もう終わっちゃったの？ヤギューちゃんにいじめてもらおうと思ったのに。残念だったわね。もう任務は完了よ。うーん、つまんない、物足りない、うずうず、うずうず、うずうずしない、やめなさい、みっともない。じゃあ、リョウビちゃんがリョウナちゃんをいじめてよ。はあ、もうめんどくさいな。わかった、わかりました。学校に帰ったらたっぷりいじめてあげます。本当に？やったー。その代わり、その代わり、あの計画のこと忘れるんじゃないわよ。うん、忘れないよ。忘れるわけないじゃない。そう、それならいいの。じゃあ学園に戻りましょう。はい。最高の評価ね。誰も料理えぐい技思いついちゃった。
おかえり。おかえりなさい。よく戻った。おかえりなさい。これはヘビジョの。私たちの早く帰ってきたいな。いってらっしゃい。ここが半蔵学院。紫、まさかおじけづいてないよな。ね、ベベタ、私、おじけついてないよね。そうか。だったら、お前が先陣を切れ。え、雅に恥をかかせるな。頼むぞ、村。お姉ちゃんが、そう言うなら、頑張る。ああ、お家に帰りたいよ。誰か助けて。ベベタ。どうかなさいましたか？くんくん、すごく上品な匂い。お金持ちだけど、私にはわかります。あなたは心の綺麗な人ですね。そしてかすかに感じる薬草の匂い、これは忍びがよく使う薬草です。あなた半蔵の忍び学生ですね。そういうあなたは？ベベタ、私戦うね。お姉ちゃんに喜んでもらいたいから。それに不公平だもん。世の中にそんな人がいたら、私みたいな人間は惨めで生きていられないよ。何を言っているのですか？私立蛇女子学園、紫です。悪いんですけど、紫、悪の誇りを舞い掲げます。この子蛇女の生徒なんですね。紫、悪の誇りを舞い掲げます。怒りが舞い忍びます。いざ火炎の魂に舞い散れ。できる。
ていたより本当にこんな人に、まあその程度の腕しかないなら恥ずかしくて前の選抜チームは抜け人になってあちこち、そんなヨミさんたちが悔しい。下船の人たちと戦っていなければ。え、そっか、私と戦う前にそれで意外と楽に勝てたんだ。でも勝ちは勝ちです。よかった。お姉ちゃん喜んでくれるかな。それじゃあこれで失礼します。無念です。あの攻撃は学園祭の前夜祭なんてもんじゃなかったぜ。お疲れのようだな。お前誰だ。比率蛇女子学園3年、イム。蛇女？日陰たちと同じ学校か。日陰？あんな巻き犬たちと一緒にしないでもらおうか。ふーん。で、あんたはあたいとやるのかい。ああ、半蔵学院は今日で地獄に落ちる。それじゃあたいはお前をもみもみ地獄に落としてやる。なんだその手つきは。なんだって、もみもみだよ。やめろ、いやらしいことはやめるんだ。あれ、そんなに恥ずかしそうな顔しちゃって、まあなかなかそそるじゃないか。もみ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 。やめろやめろやめろと言っているだろう。いいねいいね、ほれほれ、もっと自分をさらけ出して。このハレンチ女、どうしてもやめないのなら屍にするのみ。それじゃああたいもおふざけはここまでにしとくよ。今回ばかりはマジで行かせてもらうよ。ようやく本気になったか。なれば僕もイム、悪の誇りを舞い掲げよう。イム、悪の誇りを舞い掲げよう。カツラギ舞い忍びます。いざ火炎の魂に舞い散れ。
満足そうな顔は。負けるわけにはいかなかった。いかなかったのに負けちまった。でもお前といい勝負ができたからさ。なあ、最後に名前を教えてもらえるか。お断り。敗者には何もやらない。なぜなら敗者は全てを失うものだから。気持ちのいい負け。そんなアマちゃんとは永遠に分かり合えないな。敗者はここで一人寂しく果てるがいい。そうか、負けたあたいに返す言葉はない。手負いの者を相手に思ったより苦戦した。僕にも紫のような禍根の力があれば。くそ、どうして僕には禍根の力が覚醒しないんだ。もし禍根の力があったら紫に負けることもなかった。全て僕が弱かったからいけないんだ。暇はない。いってらっしゃい。大丈夫か？この山には入ってはならないと言ったはずだ。妖魔との戦いは忍びの宿命だ。仇を討ちたいと思うのなら。カグラ、やる、やるよ。私、カグラになる。カグラへの道のりは険しく、誰でもたどり着けるものではない。まず
そしてなる、私はカグラに、妖魔を殲滅するカグラに。私は蛇女のミヤビだ。お前は半蔵のアスカだな。あなた蛇女の生徒なの？お前には蛇女の本当の力を味わってもらう。本当の力？そう、すべてを殲滅する力だ。違う、力はそんなものじゃないよ。盾にも刀にもなれる力が本当の力だよ。その程度の力で倒せるのは、オムラちゃんが愚か者ですって。ああそうだ、オロチが蘇ってしまったのはあの女が迂闊だったからだ。その責任を負うこともなく抜け人となるなんて、怒りを通り越して呆れ果てる。これを愚か者と言わずして、何を愚か者と言おうか。やめて、これ以上ホムラちゃんの悪口は言わないで。私を黙らせるのは簡単だ、私を倒せばいいのだからな。しかしお前は私を倒せるかな？倒せる、倒してみせるよ。アスカ、正義のために舞い忍びます。ミヤビ、悪の誇りを舞い掲げる。ミヤビ、悪の誇りを舞い掲げよ。任務開始。やめて。ほどにもない。強い。
ビジョにこんな人がいたなんて。お前の知っているヘビジョは私が離脱して弱体化したヘビジョだ。私のミスのせいで父は発言権をなくし、代わりに強欲な政治家が幹部に名を打つ。お前たちに潰される前からすでにヘビジョは腐っていたのだ。だがもう違う、私たちがヘビジョの誇りを取り戻す。お前の大事なホムラたちを始末してな。ホムちゃん、ごめん。まずまずといったところか。おかえりなさい。どれがベストか。